5年に一度開催される緊急消防援助隊の全国合同訓練が昨日今日の2日間県内12の会場で行われました。訓練は遠州灘を震源にマグニチュード8クラスの南海トラフ地震が発生したという想定です。県内での開催は2005年以来2回目で、緊急消防援助隊や自衛隊、警察などおよそ3000人が参加。今日は寺田稔総務大臣や川勝知事が視察しました。